島市の隣です。伊達市役所に来ています。こちらでは免許を自主返納した人にはこのようなタクシーの割引チケットを配るなどしてその後の生活をサポートするための制度を設けています。去年伊達市で免許を返納した高齢者は255人、前の年に比べて4人少なくなっています。一方、伊達市の免許返納者をサポートする制度の利用者数は去年は一昨年に比べて30人ほど多い186人と増加しました。しかし、高齢者だけで暮らす世帯などはなかなか免許が返納できていない現状もあるといいます。返納してしまうとどうしても交通の便の関係でちょっとまだ車を手放せないっていう方もいらっしゃるので。また伊達市内でも高齢者が関わる交通事故が減らず免許返納を進める必要があると担当者は話します。交通事故防止のためにということで高齢者の方々の関係する事故が増えている面を受けてでこちらの制度を利用していただくことで運転免許返納のきっかけになればということで。伊達市では制度をより使いやすいものに改善して免許返納を後押しできる環境を整えていきたいということです。